こんにちは、主婦キャンパーのサンバです。今回の動画では前回100均で買い足してきたものを使ってファミキャンをしてきました。初めてのファミキャンだったので設営に1時間半もかかってしまいました。で、今映ってる初期装備ですね。これまた次回の動画であげたいと思います。で、今見えてるテントなんですけど、こちらがなんと25年前のテントですね。私が小学生だった時に両親が購入したテントになります。建て方が全然わかんなくて YouTube で調べたんですけど全然出てきませんでしたね、古すぎて。はい、で設営で疲れちゃったんで今おやつタイムです。今回は焚き火で焼きチョコバナナを作ってみました。焚き火台はこれは妹に借りたんですけど、なんか天幕デザインさんと何かのどっかのコラボのものですね。出来上がりました。だいたいチョコ中のチョコがじゅわっと溶けてくるので、それが食べ頃なのかなと思います。このね、焼きチョコバナナが本当に美味しいんですよ。見てこれ、もうバナナがほかほかで湯気も立っててすごくね美味しいんですね。はい、グッと出ました。はい、で薄暗くなってきましたのでキャンプ場がこのようにライトアップされました。今見えてるこちらの建物が炊事場とトイレになります。自販機もあります。で、少し登ったところにも、炊事場とトイレがあります。この下の方の炊事場の方には給湯器もありました。で、この北川キャンピングベースさんなんですけど、この山の地形を生かした構造になってまして、地震が起きた時災害が起こりにくい構造となっているようです。で、ここのキャンプ場は全サイトにこのようにライトアップされるので、ランタンをそんなに持っていく必要がないんですね。で、このライトなんですけど朝までついてたので、夜トイレで起きた時とかも全然明るくてランタン持っていく必要なくてすごく助かりました。で、今回25番サイトに宿泊したんですけれども、坂をねこのように2、3回登ったんですね。で、割と急な坂だったので車高が低い車なんかは本当に気をつけて運転した方がいいかなと思いました。はい、で今度夕飯の支度なんですけど、この日はゆるキャンにも出てきました餃子担々鍋を作ろうと思ったんですけど、すっかりね完成したシーンを撮るのを忘れてしまいました。でもまあまあ美味しかったです。で、この鍋ともう一つ餃子の皮のピザを作りました。餃子の皮のピザは餃子の皮を並べて、その上に焼き鳥缶を乗せて、でその上にミックスチーズと刻んだネギを置いて蓋をしてスキレットで焼いて食べました。これがね本当和風ピザみたいですごく美味しかったです。
あれ、どっか行っちゃいましたね。はい、戻ってきましたね。今使ってるこのツールポーチはあのダイソーさんのメイクポーチで330円の商品です。ナイフはオピネルで8番です。すごい地響きがありますね。ほんとゴリラかよって感じですよね。なんか昔若い頃美容院で、僕あのごっつい子が好きなんですよ、ごっつい子がタイプなんですよとか言ってるあの美容師さんがいたんですよね。いや、それ私のこと言ってんのかよ、ごっついってめっちゃ失礼じゃないとか思いながら聞いてましたね。はい、でこのナイフなんですけど、このナイフメルカリさんで買ったんですけど、こちらが定価1800円だったんですけど、あのメルカリってあれ初回1000円引きになるんですね。なのであの800円で購入することができました。このオピネルのナイフはきっとあのキャンパーさんだったらみんな持ってるのかなと思うんですけど、すごい切れ味もいいですし、なんといっても形がねすごい可愛いですよね。でサイズがすごくいっぱいあるのでびっくりしました。だいたい料理用は8番から10番を使うんですかね。であの私貧乏キャンパーなんで、結構ウェアにもお金はかけてないんですね。このネックウォーマーは前回の動画で紹介したダイソーさんのですし、手袋はセリアです。で、この上に着てるジャンパーは、ジャンパーって今どき着るのかわかんないけど、ジャンパーは、島村さんです。中に着てる茶色いウェアが、これがセカンドストリートでしたね。これ多分どっかのメーカーのものだと思うんですけど、1000円で売ってました。でその中にはさらにユニクロのウルトラライトダウンのベストを着ています。であとユニクロのメンズの白いとっくりのあのウエア着てます。で下のパンツはこれはユニクロのレギンスパンツです。すごくねユニクロさんのねレギンスパンツ伸びが良くて膝が白くならないとおすすめです。で朝は、バーバが鮭のホイル焼き焼いてくれました。本当にねこの日は最低気温がマイナス5度までいったので、このバターもねすごいあのカチカチに凍っちゃってましたね。本当に冷蔵庫の中に入ってるんじゃないかなと思うぐらい、鍋なんかも食べないでおくともうシャリシャリになってました。でこのタフマルくんはすごい重宝しましたね。やっぱり風でも消えないので。ただやっぱりガスの方がつきづらかったです。まだキャンプ始めて3ヶ月なんですけど、やっぱこれからもあのお得に楽しくお金がそんなになくても始められる、誰でも始められるようなキャンプを目指してご紹介していきたいなと思います。まだまだ
結構キャンプ場は埼玉県のキャンプ場ばっかり回ってて、本当に片道1時間ぐらいで行けるところしか行ってないので、今度は県外出てみたりとか、いろんなとこ行ってみたいなと思いました。本当にファミキャン楽しかったです。それではご視聴どうもありがとうございました。